はい。おはようございます。笹田でございます。えー、本日はですね、ちょっと YouTube で上がっていた、売れる営業トークのテーマで、えー、お話をしていきたいなと思います。まあ、見ていた動画でいくと、売れる営業トークの5つのステップってあったんですが、私が営業トークの中で意識しているのは、まあ、ステップとしては10個あるので、ちょっとその点を今日はお話ししたいなということで、このテーマでお話をさせていただいております。 はい、まあ。売れる営業トークっていうと、まあ、大層の言い方になってしまうんですけど、まあ、売るっていうアクションというか、まあ、営業ってどういうものかっていうと、まあ、コミュニケーションなわけですよね。で、まあ、どういうコミュニケーションかって考えると、まあ、人を動かすコミュニケーションなので、まあ、営業っていうのは基本的に、その人を動かすための <laughs> 会話であったりとか、話し方であったりとか、まあ、 関わり方とというところになりますなので、人を動かすためにどういう話し方をしていくのがベストなのかということで、今日はお話をしていきたいんですが、えー、と売れる営業トークってどこにあるのっていうと、実は世の中たくさん転がってるんですよね。例えばテレビショッピングとか、あとウェブ上でいくとランディングページとかですね、ランディングページっていうのはどういうことかっていうと、例えばえ、Google さんにですね検索してみてほしいんですけど、痩せたいとかですね。<laughs> まあダイエットとか、なんかそういう QR で出すと、広告っていうのが書いてあって、で、そこで、えっと、クリックすると、なんか営業用のページみたいなのに行くわけですよ。え3ヶ月で痩せた何度かの方法とかですね。そういうページがランディングページと言います。要は営業用の売り込みページなんですけど、みんなよくいろいろ見てもらうと分かりやすいんですが、構成ほとんど似てるんですよね。で、これなんでかっていうと、テレビショッピングもランディングページも、要はお金かけてるわけですよ。 しかも相当な金額。相当な金額かけて、えー、広告を出して、誘導して、それを聞いてもらっているわけなので、どうしたいですか、たくさん金かけて、えー、出したものっていうのは、売りたいんですよ。なので、いろんな検証した結果、一番売れる方っていうのは、基本的にみんな同じになっているということですね。なんで方が基本的に一緒になるかっていうと、 買い手は全部人間だからですよ。あの、人が買ってるんで、感情で人が動いていてっていうところの基本的な根本的な構想とは一緒なんですよね。えー、脳の作りとか、えー、それとか一緒なので、あの、まあ、刺さりやすい構成みたいなところは大体似通ってくるというところになります。なので、営業トークっていうのは自分でゼロから考えるんじゃなくて、とにかく売れてるものを生まれるのが一番早いんですよ。なので、そういう視点で考えてもらえると、 まあ自分の営業トークってどうなのかなっていうことを見直すきっかけっていうのはいろいろ作りやすいかなと思います。でじゃあ、その売れてる営業トークの見方なんですけど、ポイントとしては項目、どういう内容を言ってるのかっていうことと、どういう順番で言ってるのかっていうことを真似てください。 えっと、細かくこのセリフを言ってるうんぬんみたいなところももちろん大事なので、そこも大事なんですが、えっ、ー、と、さっきの例えばダイエット商材例で出しましたけど、ダイエット商材の話の言葉の一個一個真似したところで全然、あの、B2B の営業やってますみたいな、関係なくなっちゃいますよね。けど、話す構成とか話す、えっ、ー、と、項目とか伝える順番っていうのは真似ができるので、まあ、そういったまあ構成ですよ。構成をしっかり真似てもらいたいなというところです。はい。 で、もう一個、えっ、ー、と、営業側が意識しておかなきゃいけないポイントとしては、二つあってですね、相手側なんですけど、基本的に <laughs>、えっと、全部話ちゃんと聞いてないですよっていうことですね。なので、基本的に人はですね、自分の都合のいい情報しか入ってこないので、えー、全部ちゃんと聞いてもらえないですと。なので、二つ目のポイントなんですけど、各項目のポイントで自分が言いたいことを一言でまとめられる、伝えられるような準備はしておいてもらった方がいいと思います。はい。 というところが、まあ、営業トーク、売れる営業トークを作っていくの大前提ですね。で、じゃあ、今回お話をしていく10のステップが何かっていうところなんですけど、1、えー、個ずついきます。えっと、全部、まあ、先いっちゃいますね。1つ目、問題提起。次に相手に対する共感の明示、解決策の提示。そこを解決策から手に入れられるベネフィット。ベネフィットで言いしますけど、手に入れられる未来ですよ。こんなふうになれますよ。こんなふうに幸せになれますよっていうことを言って、 で、その後根拠の説明ですね。これ、なんで根拠がいるかっていうと、営業の話なんか、基本、人は信じてないからですね。売り込まれたくないんで。なので、警戒してるわけですよ。なんで、警戒されてる中でも、いやけど、これだけの人が言ってくれてますと、こんなお客さんがこういう感想をもらってますと、大学の先生が言ってるんで信用できますよね、みたいな話をしっかりしましょうというところが根拠の説明になります。 で、えー、と提案内容でできることの洗い出しをする。で、それで価格の説明。で、他の選択肢との提示差別化をして、これやってください。で、最後、再物集ということで、まあ、せっかく商談で話ができているので、えー 私があなたとお付き合いしたいんです。まあ、取引したいんです。っていうことを伝えていただく、えー。そんな流れでお話をしてもらえるといいかなと思います。もえっと、少し簡単に解説明していくと、問題提起っていうのはまあ当然ですが、お客さんでヒアリングしますよね。で人間そんなに真剣に悩んでないんで、問題点をしっかり理解してもらうというところがポイントになります。 でその後、相手に対する共感の明示ということで、私はあなたの味方ですよということを伝えて、で解決策の提示。ここはまあ簡単な詳細説明です。ポイントは簡単なので OK です、えーと。いきなり詳細の詳しい機能を説明されても分かんないんですよ。さっきのダイエット食品でいけば、いやこれだけの効能がみたいなところで、で配合成分がうんぬんかんぬんみたいなことを言われてもよく分かんないんで、痩せる薬ですのでいいんですよ、とりあえずは。で、興味がある人は勝手に質問,あの質問してくれるんでね。それで OK ですと。 で、結果、どんな未来が得られるのか、どうなれるのか、どんなふうに幸せになれるのか。で、根拠の説明は先ほどお話しした通りですね。で、提案内でできることの習いだしということで、あなたの問題はこれでそれが解決できますっていうのがベネフィットですけど、それだけではなくて、この金の、うち、この商材を使ってもらうと、これだけのことができますとか、こんなに簡単にできますみたいなこともしっかり伝えてあげてくださいということです。なんでかっていうと、その後お金の説明をするんですけど、 価格の明示っていうのは、この金額ですっていうことを言うんじゃなくて、この金額で安くないですか、すごくないですかっていうことを伝えることが大事になります。で、他選択肢の提示差別化ということで、今決めてもらうのが営業って大事なので、今決めてもらうために何が必要か、人が悩む時のプロセス考えてもらうと分かりやすいんですが、他と比べたいんですよ。なので、他と比べるためには情報を集めなきゃいけないですし、情報を集めた上で比較ポイントを決めなきゃいけない。それは営業が先に準備しておけば今決められますよねということです。 で最後、行動の促進ということで、申し込みしてご勤務をお願いします。こういうステップで再プッシュ、あなたと取引を私がしたいんで、ぜひよろしくお願いしますという流れでお話をしていただくと、えー、とお客さん側、相手側動きやすくなるかなと思います。はいということですね。えーとまあ、営業トークっていうのは、本当に世の中に転がっていて、今お話ししたような構成になっていることが多いと思います。でまあ、そういったところをどんどん真似てですねて、えー、と自分の お客さんがどういう話し方をすれば、これ自分が話しやすいじゃなくて、お客さん側が買いたいと、要は売れる営業トークって、ね、人を動かす営業トークなので、相手側が動きたいと思えるトークになってるかということを日々検証してもらえると、どん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 成果につながってくると思いますので、ぜひ考えてみていただければと。 思います。ちょっと各項目の細かい解説はですね、営業準備の中でちょっと話したら15分くらいになっちゃったので、えー、そっちで詳しく解説しておりますので、えー、ご興味ある方はぜひ営業準備の方にもご参加いただければと思います。ということで、えー、と本日は売れで営業トーク10のステップということでこちら解説させていただきました。本日は以上です。 はい、えー。本日もお届けさせていただきました。パンダラジオでございました。えー、毎日8時からですね、えー、いろんな営業やキャリアのご質問をお答えしておりますので、ぜひチャンネル登録、あと LINE アットの登録いただけたら嬉しいです。どんどん、えー、ご質問いただければそちらにお答えしていきたいと思いますので、ご質問もお待ちしております。本日は以上です。